どうも皆様ごきげんよう、コメンです。それでは、第4章、春の嵐作戦をプレイしていきたいところなんですけれども、前回、話の途中で出たのが、これですね、縄文じゃないよ。城前堂踊りと、戦没者墓地というのが、出ましたので、こちらの方を見ていきましょう。城前通りはですね、この間、出てた新聞記者の方じゃないね。ラジオ記者の方がね、あの人が、従軍記者として同行するっていうお話だったので、そのインタビュー内容だとか、その戦果について、新聞が出ていますので、それを読みに行きます。はい、ウェルキン隊長。今日は非番なの？違います。そうだ。ちょっと見てほしいものがあるの。いいから寄っていきなさいよ。じゃじゃーん。私が記者と発行者を兼ねたエレットの壁新聞よ。え？私はラジオ局の記者で新聞記者じゃないだろうって？皆さんもそう思いますよね。もちろん既存の新聞社はあるわよ。でも政府の検閲で都合の悪いことはカットされるの。ううん、カットならまだいいわ。ひどい時は事実をねじ曲げられプロパガンダに使われるの。プロパガンダってわかりますか皆さん？もううんざり。私が伝えたいのは事実。いいことも悪いこともひっくるめた事実なのよ。そこでこれ壁新聞なの。なので検閲とか全く通ってない壁新聞です。やばいです。内容が政府の手が届かないこんな場所だからこそできることもあるのよ。でも見つかったら多分違法です。検閲の入る新聞社では伝えられない事実を私はここに書き連ねていくわ。もちろんあなたたちの活躍も載ってるわよ。一度読んでみてちょうだい。これ毎章変わっていくので、しっかりプレイする前にこれ読んでいきたいと思います。前回のおさらいみたいなもんだね。ガリア軍反攻作戦の動き。ガリア中部方面軍当局者は8日本市取材に対し、近日中に帝国軍に対する大規模な反攻作戦発動の可能性があることを示唆した。帝国軍の侵攻後後退を続けてきたガリア軍の反撃がなるか注目されている。3月下旬時点で東部ガリアのほぼ全域を占領した帝国軍は現在ランドグリーズ特攻行政区付近まで前線を推し進めている。首都封鎖の危機が依然続く現状を打破するために今回の作戦はには、正規軍に加え義勇軍部隊も投入される模様だ。これには作戦が不発に終わった場合の城下での市街戦に備え正規軍を温存しようとする軍首脳の思惑の表れとする見解もある。この間ダモン将軍が言っていた義勇軍のなんか捨て駒発言ですね。帝国の国営タレス通信は6日、帝国軍が地中海沿岸の連邦の、港湾都市かな、バルアを占領したと発表した。事実だとすれば帝国は船舶によるラグナイトの輸送路を確立したことになる。ヨーロッパ南部戦線に与える影響は大きいものになりそうだ。ラグナイト資源に恵まれたガリアをはじめとするヨーロッパ北部に対し、南部は採掘量に乏しく鉱山も未整備なものが多い。そのため帝国が進軍を続けるには本国からラグナイトを輸送する何らかの手段が必要とされていた。ヨーロッパ南部に拠点を確立したことにより帝国の攻勢はさらに進むものとみられ、連邦との対立は地中海を含むヨーロッパ全土に広がる可能性がさらに高まってきた。なお連邦政府はバルア占領についてのコメントを発表していない。第7章弾について何も書いていない。ところで、でもあれだね、帝国の動向が知れるのはいいね。私将来本を出版したいのよ。 Yes。 世の中に事実を伝える、そんな本を。その本は検閲入らないのね。でも私はまだただの一記者でしかないでしょ。はいはいはい。そうなるとやっぱり右上見てください、めっちゃお金貯まってるよ。はいはい、いいよ。そこで物は相談なんだけど、そのための資金を援助してもらえないかしら。もちろんただでとは言わないわ。私の出す本にあなたたちのことを書いてあげる。
今はまだどんな内容の本にするか決めてないけど、必ずあなたたちのことを取り上げるから。でもどんな効果があるんだったっけ。資金援助するとなんかあるんだっけ。いやまあ利点がないとイベントは発生しないんだけど。ネタだってほら結構溜まってるのよ。まあでもね、こういう戦況だからこそお金って大事だよね。だからね、未来の大作家様への先行投資だと思ってお願いよ。今はね、皆さんまだこのエレットっていうのがすごいがめついキャラクターに見えるかもしれませんけど、結構後々重要になってきますからね。エレット従軍所在開始と、ダナ招待に関する取材情報ですと。まあこれ払っておきましょう。まあ安いもんです。どうも。これ読めるのかな。新聞は定期的に発行する予定だから、ちょくちょく見に来てちょうだい。はいはい。特にあなたたちが戦場で活躍した時なんか絶好の発行タイミングよ。うん、だから各省で戦いで勝利を収めた時なんてもう絶好のタイミングですよ。じゃあね、ウェルキン隊長、私にいい記事を書かせてちょうだいね。要するに勝てっちゅうことですよ、ね、いいことも悪いことも書くって言ってるわけだから、いいこと書きたいってことはいいことしか起こさないでねってことだから。じゃあ戦没者墓地いきます。墓参りかね。いや、こんな場所で愚問だったかな。戦没者墓地ですからね、墓参り以外に来る人はいませんよね。いえ、違うんです、墓参りではないんですよ。まだ第7招待で戦没者はいませんからね。おお、それではなんでまたこんな場所に。身が引き締まるんです。先の大戦で散っていった人たちを前にすると。それにこれだけの死を目の当たりにすると、改めて人間も自然の一部だと感じますね。君は面白いことを言うな。ところでその格好、君も軍人なのかね。はい、メルキン・ギュンターと言います。義勇軍で小隊長を務めています。ギュンター、そうか、そうか。いや、小隊長とはご立派だ。そんな、立派だなんて、まだまだ未熟者です。まあ、初陣では大勝を収めましたけどね。それに、僕の命令が間違った場合、隊員たちがここに眠ることになるかと思うと、責任は重大です。そうだね。君はなかなか部下思いの隊長のようだね。よかろう、君に特別なオーダーを教えてあげよう。そうです、戦没者墓地では、第7招待で戦死者が出た場合、墓参りをするための場所ではございません。謎の紳士から特別なオーダーを教えてもらうための場所です。オーダーですか。あなたは一体と皆さんも思いかもしれませんけど、謎の紳士の正体に関してはかなり後半で、しっかり戦没者墓地に毎回足を運んでいれば正体が分かります。単なる先の大戦の生き残りさ。ただね、私のオーダーはある程度の経験が必要だ。経験のない者には教えることすらできない。そこは見定めさせてもらおう。いいかな。だから一気にオーダーを全部ガッて教えてもらうんじゃなくて、戦いをいくつも重ねて経験を積んだら、その都度一つずつ丁寧に教えてもらうっていうような形です。ではそうだな、今日は治療要請を教えてあげよう。これはすごくいいんだよ。このオーダーは友軍に傷ついた兵一人を治療してもらうよう要請するものだ。さあどうするかね。あー、経験値が必要だ。ちょっと待って。そうか、君にはまだ早かったかな。
ちょっと待って、行ってくる。ではまた会おう。私は大概ここに来ているから。はい、 OK、 ありがとうございます。うん、私の教えたオーダーでガリアを救っておくれ。ではまた会おう。私は大概ここに来ているから。はい、ではようやくですが4章春の嵐作戦、早速進めていきます。第七小隊の働きにより西岸の敵拠点を制圧、陣地を構え攻勢の足がかりを得ることができた。これより正規軍バーゼル防衛大隊と共同で春の嵐作戦が開始される。我が義勇軍は本作戦の先陣を切る形でバーゼル峡を渡り、東岸敵本陣を制圧にかかる。大尉、バーゼル峡を渡るには敵橋頭砲を突破しなければなりません。正規軍からの援軍や物資供給などの支援はあるのでしょうか。まさかまさか。正規軍は我らが橋頭砲を攻略した段階で攻勢を開始するとのことだ。そんな、俺たちを捨て駒みたいに扱いやがって。諸君なら気持ちはわかる。私も兵士時代には同じことを感じていたわ。だけど時に無茶や無理を承知で作戦に臨むのが軍隊というものなのよ。わかりました。しかしファルディオの意見も一理ある。我々だけであの橋頭砲を突破するにはどうしたものか。バーロット大尉、橋付近の偵察に行ってよろしいでしょうか。橋の偵察？ああ、構わないな。メルキン！メルキオット軍曹、どうした？あ、作戦会議中にすみません。もう終わったから大丈夫よ。それより何か用事があったのでは？はい。ウェルキ、ああ、ギュンター隊長、隊員同士が口論を起こしているんです。やっちまったよ。口論？隊長に止めていただきたくご同行をお願いしたいのですが。え、僕が？小隊長なんだから当然だろう。させておけばいいんじゃない？ああ、まあでも口論だからな。確かにそうかも。させておけばいいって何を無責任なこと言ってるんですか。暴力がね、交わってきたらそりゃ大変だけど。無責任というか、思っていることを言うのって結構重要なんじゃないかな。そうね。お互いの意見をぶつけ合うことで結束力が強まることだってあると思うよ。それはそうかもしれませんが、しかし隊員同士が衝突しているのを黙認するわけにはいきません。とりあえず様子を見に行くだけ見に行きましょうよ。さあ、ご同行お願いします。ちょっとあいつの隊も大変ですね。そうやって隊は成長していくものよ。母親か。やめないか。一体何があったんだ。言わなくてもわかるだろ、このガキだよ。なんでこの舞台にダルクス人が紛れ込んでるんだ。こんな不吉で油くせえやつと一緒に戦えるか。こいつらは大昔からろくなことをしない疫病神なんだよ。確かに私はダルクス人ですが、あなたと何ら変わりのない人間です。それにダルクスの最悪は歴史的根拠のない風説に過ぎません。なんだと？あたいが言いがかりをつけてるってのか？よせ。隊長戦よ。俺たちはダルクス人と一緒じゃ戦えねえんだよ。それに実戦経験もない坊主の言うことなんざ
誰も聞きやしねえよ。そんなに僕の士気が不安なら賭けをしよう。僕は48時間以内にバーゼル卿を奪還してみせる。もしも僕の作戦が失敗したら隊長を辞任しよう。その代わり作戦が成功したらヒゴは僕の指示をきちんと聞いてくれるから。お前今のセリフ二言はねえな。もちろん。ちょっとウェルキン。ウェルキン。ん？どうかした？もうどうかしたじゃないでしょ。無茶な約束するんだから。兄さん、私が言い争いをしたばかりにすみませんでした。イサラが謝る必要はない。誰もが不安なんだよ。それにこの困難極まりない作戦だ。誰かに当たりたくなる気持ちもわかる。うん。僕はね、この作戦を成功させて正体の気持ちを一つにしたいんだ。気持ちを一つにか。でも48時間以内に橋を奪還するなんて一体どうするつもりなの？それはこれから考えるしかあるまい。それなんだけど。お？え、何？やっぱりこの川にもあったか。イサラ、アリシア、君たちに頼みがある。頼みって？というわけさ。え？そんなこと本当にできるの？イサラ、明朝までに準備は間に合うかい？はい、すぐに取り掛かります。わかった、ウェルキンを信じる。ありがとう。それじゃあ二人とも頼んだよ。で、作戦とやらを聞かせてもらおうか。やっぱりできませんとか抜かすんじゃねえぞ。これから我々はバーゼル卿東岸の敵防衛拠点に攻勢をかけ、これを制圧する。おい、あんた、あたいたちに死ねって言ってんのか？この人数で橋頭保が突破できるわけないだろ。僕はこの小隊で橋頭保を突破するとは言ってない。僕たちが突破するのはこの川だ。これより朝霧に紛れてバーゼル川を溶かし、東岸の敵防衛拠点に奇襲をかける。おい坊主、お前は戦争をなめてんのか？歩兵は泳いででも川を渡れるかもしれねえが、戦車が投げりゃ敵の陣地は蹴散らせねえぜ。もちろん考えてやる。イサラ、エーデルワイス号が潜水走行可能なように耐水処置を施しました。数分間だけしか持ちませんが、溶かするには十分です。だけどよ、この川は船も通るんだぜ。とてもじゃないが戦車の潜れる深さじゃねえ。大丈夫。ほら、あそこを見てくれ。なんだ、草か。ヤドリアシだ。河川の下流域から汽水域上部に分布する植物だよ。川の植生を観察してたら分かったんだ。ここは他の場所に比べて水深が極端に浅い。この場所からなら戦車で水中走行ができるはずだ。まずエーデルワイス号は水中走行で対岸に上陸、渡河地点の将兵を蹴散らします。その後、ギュンター隊長の信号弾を合図とし、歩兵部隊はトカボートにて対岸に上陸します。よし、これより作戦を開始する。みんな、頑張ろう。